カメラを止めるな、は、2017年制作、公開の日本映画、監督俳優養成スクール演舞ゼミナールのシネマプロジェクト第7弾作品。監督、上田慎一郎にとっては、初の劇場長編作品。前編96分。略称は、カメ止め。海外タイトルは、ワンカットオブザ・デッド。2018年公開時のキャッチフレーズは、 最後まで席を立つな。この映画は二度始まる。無名の新人監督と俳優たちが作ったウルトラ娯楽作。予算300万円のインディーズ映画ながら、SNS の口コミ効果で全国公開へと拡大し、国内及び海外の映画賞を数々受賞。2018年の邦画工業収入ランキング7位というヒット作品となった。ミシェル・アザナビシウス監督で、 フランス版リメイク、フィナールカットが2022年公開に向けて制作されている。映画の前半37分間は、作中劇である B 級、ホラーテイストのゾンビドラマを上映し、後半の約60分間は一転して、そのドラマ制作に携わる人々をコメディタッチで描く疑似メイキングフィルムという構成になっている。予告編や公式サイトなどに掲載されているあらすじは、 前半部分のみで観客は実際に作品を見てから後半部分の内容を知るという仕掛けになっている。監督、上田慎一郎が二段構えの変わった構造の小演劇を見た際に着想を得て企画、プロットの執筆を開始。演舞ゼミナールに参加し、12人の役者が集まりワークショップした際に設定を当て書きに変え、クランクイン。 冒頭の37分ワンカットのシーンは、本当のトラブルと脚本としてのトラブルを混在させている。メインとなる廃墟の撮影は、水戸市フィルムコミッションが提供する、吉山浄水上で6日間行われた。2017年11月にシネマプロジェクトの中の一作として、君は何も悪くないよとともに、新宿 KS シネマにて6日間限定で、イベント上映。 2018年6月から新宿系 S シネマ及び池袋シネマロサの2館で単独劇場公開を開始。初日舞台挨拶には、フジテレビアナウンサー、加西晋介が鑑賞に来ており、映画宣伝担当者の声を受け、飛び入りで司会を担当した。公開当初は、制作元の演舞ゼミナールが配給を行っていたが、SNS 上の口コミで評判が広がり、 7月25日にアスミックエースとの共同配給になることが発表された。8月以降、順次100巻以上での上映拡大が行われ、全国累計上映関数は8月下旬時点で200巻以上、10月上旬時点では300巻以上となっている。最終的には353巻で222万人を動員した。 2018年の新語、流行語大賞の30の候補の中に、亀とメがノミネートされ、年末の第69回 NHK 紅白歌合戦では、郷博美が本作をイメージしたワンカット取りでゴールドフィンガー99を歌った。とある郊外の廃墟でゾンビ物の,の自主映画の撮影が行われていた。その建物には、かつて、 日本軍が死体を蘇らせる実験をしていたという、忌まわしい都市伝説があった。クライマックスシーンの撮影中、監督はヒロイン役の女優の演技に、本物の恐怖が足りないと苛立ち、建物の屋上に、血のりで、近畿のサインを描く。すると、カメラマンが血まみれのゾンビと化して、他の撮影スタッフも次々と犠牲になっていく。狂気に取り憑かれた監督は、 逃げ惑う女優たちを追いかけ、ハンディカメラで撮り続ける。屋上に追い詰められた女優は、ゾンビ化した恋人の首を覆うのではね、ついには、生身の監督にも歯を振り下ろす。生き残った彼女は屋上に描かれたご防星のサインの上で立ち止まり、惨劇の余韻に浸るように、帰り地に濡れた顔で空を見上げる。このラストシーンの後、ここまでの映像が、実は、 ゾンビ映画専門チャンネルの開局記念番組として企画された30分完成放送カメラ1台でワンシーンワンカット撮影というゾンビドラマワンカットオブザゲットの映像であったことすなわち劇中劇であったことが明かされるそして場面はこの撮影放送より前の時間軸に遡る放送1ヶ月前映像監督の日暮し高行は この番組のオファーを受け、一度は断ったものの、娘のマオが好きな俳優が出演すると知り、監督を引き受ける。ヒロイン役は、業界慣れしたアイドル女優、恋人役は理屈っぽい、イケメン男優、脇役も、一癖ある役者が揃い、生放送で放送事故を起こさぬよう、カメラマンや現場スタッフを交えて撮影手順のリハーサルを重ねた。しかし、本番当日になって、 監督役とメイク役が交通事故でロケ地に到着せず芝居経験のある日暮れと妻の晴美が大役を演じることになる。だが本番が始まってからも予期せぬトラブルが続出してく。カメラマン役やマイクマン役が勝手な行動をとり、撮影隊のカメラマンは持病の腰痛で動けなくなり、メイク役の晴美は芝居にのめり込んで暴走する。その都度、 役者のアドリブで間をつなぎ、裏方の指示で台本のシーンを飛ばしたりして、なんとかストーリーを進行していく。見学に来ていた、マオもスタッフに加わり、普段は見ることのできない日暮れの映像作家としての、気概に触れる。そして迎えた屋上のラストシーンも、カメラクレームの破損というトラブルが起きるが、スタッフ、役者一同が人間ピラミッドを組み、その頂上で、 マオがカメラを構えて予定のハイアングルカットを取り無事撮影を終了した。この起点は日暮れが台本の裏に貼っていた家族写真を見てマオが思いついたものだった。その写真の中ではカメラを手にした幼き日のマオが日暮れに肩車され二人で笑い合っていた。チネチッタでの舞台挨拶に登壇したキャストと監督演舞ゼミナール単独配給時、 アスミックエース協力配給時、配信、BD、DVD 収録版などで一部クレジットが異なる点がある。主題歌、メインテーマ作曲の鈴木は監督の上田の同郷の幼馴染。本映画公開後に、主題歌、メインテーマ作曲の鈴木と伊藤の二人は、ケンソンラバーズというユニット名で活動を開始し、後日の音源配信、サウンドトラック CD 発売などの際には、 そのユニット名を使用しており、映画の配信版、BD、DVD 版でもケンソン・ラバーズの名義がクレジットされている。監督の上田のリクエストにより、エンディング曲、Keep r o ン l i n g は、ジャクソン5、I Won't You Back 風の曲調に仕上がっている。劇場公開時は、鈴木と伊藤が作曲、鈴木が作詞としてクレジットされていたが、配信版、BD、 DVD 版では作詞作曲が、原曲のベリー・ゴーディ・ジュニア、デケ・リチャーズ、フレデリック・ジェームズ・パーレン、アルファンソ・ジェームズ・ミゼルの4名、日本語詞として鈴木がクレジットされるように変更されている。夏季サウンドトラック CD の発売が決定する前の2018年7月6日より、メインテーマ、ゾンビートと主題歌、キープローリング・フィーチャリング・山本真由美の2曲が、 各種音楽配信サイトにて単独で配信されている。主題歌、キープローリングは、音楽ストリーミングサービススポーティファイの2018年8月30日付、ウィークリーバイラルチャートで1位を獲得した。2018年9月7日発売。9月1日には上映館にて、先行販売が行われた。アナログ EP ジャケット仕様で、特典として、 d 2版を変形両面ポスターが封入。2019年3月8日発売。スピンオフサウンドトラックと名打ってケンソンラバーズにより制作された。映画レビューサイトフィルマークスが発表した6月第4週公開映画の初日満足度ランキングでは第1位を記録した。また同サイトの2018年上半期映画ランキングでは レビュー数が500件以上1万件未満の作品を対象とした満足度ランキング第1位を記録した。映画レビューサイトここでは2018年7月24日時点においてここ映画レビュアー満足度100%を記録していた。後日の TBS ラジオアフターシックスジャンクションの週刊映画辞表ムービーウォッチ面で取り上げられた際、リスナーから送られた感想メールは 肯定的なものがほとんどで、否定的なものは二通のみだった。番組内では、肯定的な意見として、劇場全体が笑いで溢れた伏線をきちんと回収していく脚本が、見事、映画的な面白さも満載などといった内容を、否定的な意見として、掴みの部分が面白くなかったので、その後に色々と見せられても全く乗れなかった。 伏線回収というかただの後出しじゃんけんなだけではといった内容が紹介された CM サイトが運営するサイトランキングがアンケート集計した2020年最新版おすすめのゾンビ映画ランキングトップ20では4435名中323票を集め第2位となっており正当派じゃない斬新さが面白かったなどといった意見が集まっている 2019年1月31日、カメラを止めるな。初のスピンオフドラマをネスレ日本株式会社提供の下、制作されることが決定。オリジナルキャスト、主要、オリジナルスタッフが再結集する。2019年3月2日、アベマ TV 独占配信。オリジナル監督の上田は制作葬式と脚本を担当。オリジナルでは助監督だった。 中泉裕也が監督を務める。ネスレ日本のブランデッドムービーにもなっており、キャストが出演する CM が制作されていたり、作中にバリスタで抽出したコーヒーを飲むシーンがあったりする。3月2日の配信後は、3月8日9日に再配信が行われ、3月20日までアベマビデオで無料配信。また、3月10日から4月30日まではスポンサーで、 あるネスレ日本のサイト、ネスレアミューズでも視聴が可能となっている。3月21日からは、シネマロサにて2週間限定での上映も行われた。なお、同館では2月28日に行われた、当作品の完成披露試写会の劇場でもある。また、シネマロサでの上映を皮切りに、チネチッタ、元町映画館、出町ザ、塚口三々劇場といった映画館でも、 期間限定の上映が行われた。主演は、日暮ら真央役のマナ。映画と同じく、日暮ら高行役の浜津高行が主演ではないのは、スピンオフではなくまるで正当な続編、カメラを止めるな。二のようになってしまう恐れがあったため別の人物を主役にしようと脚本の上田慎一郎が考えたためである。妻の春美役の主は、 マハルミか娘のマオ役のマナのどちらかを主演にしようと考えたところ、主は、マヨリマナの方が、比較的スケジュールが空いていたため、マナが主演に抜擢されることになった。あらすじ業界で評判となった、ワンカットオブザデッドの放映から半年後、ゾンビチャンネルは、再度日暮れ監督にノーカット性放送のゾンビドラマ撮影をオファーする。今度は、スポンサー企業がつき、 撮影は映画のとハリウッドで行うことに。そして、ワンカット・オブ・ザ・デッドのキャストとスタッフが再び集結するのだが、追加登場人物その他のキャストスタッフ2020年4月13日、カメラを止めるな、の短編映画の制作を発表。新型コロナウイルス感染拡大の影響で、全世界で外出自粛を余儀なくされていることから、ビデオ通話の画面や、 キャスト自身のスマートフォンによる自撮りによる映像を監督の上田が受け取って編集を行うというキャストとスタッフが一度も会わない完全リモートで制作する手法が取られている。制作発表から18日後の同年5月1日にパンポコプナの YouTube チャンネルで公開された。国外の視聴者からの声を受け15日には英語字幕版 ワンカットオブザデッドミッションリモートが配信された。また、6月2日には、韓国のファンが翻訳した韓国語字幕にも対応した。さらに6月6日には、ローマ日本文化会館の協力により、イタリア語字幕にも対応し、同日に、同館主催でのオンライン上映会も行われた、一般の人も参加できる企画として、SNS 上でエンドロールダンスと、 コちょコちょされて大笑いする映像が募集され、前者は305人、後者は20人以上の映像が採用された。後者で採用された一般応募の中には、お笑いコンビニッチェの二人も混ざっている。エンドロールダンスの振り付けは、キャストの浅森咲菜が担当し、募集期間には浅森本人によるレクチャー動画が投稿された。本編の未公開映像。 監督やキャストからのメッセージ動画は、クラウドファンディング、ミニシアターエード基金の特典として提供される。2020年8月9日に、本編の再生数が100万回に到達し、それを記念して、同日より、主題歌、You are Operation の楽曲配信が開始された。アラス地震型ウイルスの感染拡大で、外出自粛を余儀なくされている日本が舞台。 自宅待機中の日暮れ監督のもとに、笹原、古沢の両オープロデューサーからビデオ電話がかかってくる。その内容は再現ドラマの作成以来だった。家から出られない中での撮影は無理だと渋る日暮れだったが、スタッフキャスト全員、自宅から一歩も出ず、一度も会わず、完全リモートで作るように指示されるのであった。スタッフハリウッド大作戦に関するカテゴリー。 カメラを止めるな、リモート大作戦に関するカテゴリー、ありがとうございます。